まずはホームのカターレ富山、スタメン予想フォーメーションでご覧いただいています。5人前節から変えてきました。ゴールキーパーは田川、ディフェンスは大山、大畑、今瀬、安光、ダブルボランチはアルトゥール・シルバと末木、2列目は右から椎名、佐々木陽次、伊藤、そしてワントップマテウス・レイリアで予想しています。アウェー愛媛 FC です。スタメン予想フォーメーションでご覧いただいています。今日は森下が出場停止です。ゴールキーパーは辻、ディフェンスは右から木村、大城、小川、引田、ダブルボランチは谷本と深澤、2列目右から曽根田、石浦、茂木、ワントップ松田で予想しています。中に入れる松田へというところ、曽根田もいる、吐き出して富山、マテウス・レイリアに入るか。マテウス・レイリア前を向く、選手も来ている、4対3作っているぞ、外からの中か、シュートを打った決まりました。カターレ先制、アルトゥール・シルバこの位置からご覧いただきましょう。マテウス・レイリアがとにかくここで粘りました。ここで4対3作っています富山。誰が打つんだ、誰が打つんだ、最後はアルトゥール・シルバ。誰でも打てそうな感じはありましたけれども、惜しいなではなくアルトゥール・シルバ。これは少し愛媛のディフェンス陣も翻弄されたかもしれません。引田が上がってきている、外には茂木、入れようというところ、大山蓋をしましたが、愛媛のボールが続いている。もう一度茂木の足元、引田上がってきています。中にボールが入ってくる、ファーサイドヘディング、同点に追いつきました愛媛。最後は曽田のヘディング。一連の流れ、引田からファーサイドへ、曽根田のヘディングです。茂木、深澤、縦へのパス、石浦つながって、裏抜けていこうというところ、笛になる。茂木は倒れているが大丈夫か。このプレーです。あ、決まりました。枠に当たってボールが跳ねて、そしてゴールマウスの中に入っていきました。愛媛逆転に成功。一旦枠に当たって跳ねて、逆のポストに当たってそのままゴールマウスという形になりました。安光かわした、中に入れる、ニアサイド、それだ、シュート、アルトゥール・シルバ今日前半ゴールを決めています。スミッツ、右へ松岡、松岡エリアの中でのプレーだ、シュート、危なかった、もう一回打ち込んでいく、大野が打ち込んでいこうというところ、体を張って守りました愛媛。ここはしかし奪い取って前線に送る、ベンダンカン、枠に当たりました、ゴールにはなりません。いません、安光、アルトゥール・シルバー同点。
自らのボールアルトゥール・シルバー今日2点目。前節1点、今節2点です。アルトゥール・シルバー、マテウスファーサイド、松岡収めた、後ろには大山がいますが、松岡が行こう、ヘディング、富山逆転に成功しました。松岡これギリギリよく粘りました。この難しい体勢で中にボールを入れて、そしてアルトゥール・シルバー、大野ラインギリギリの攻防、ここで試合終了。カターレ富山首位愛媛を破りました。シーソーゲームの末、アルトゥール・シルバーハットトリック、3対2。